さん、宇佐美さん、はい、バー君始まりました。始まりました。はい、兄貴、今日は今回はね、はい、ライズ、ライズ、おライズです。はい、今日ちょっとあの注目する試合はね、はい、マー君もよく知ってるよ。もともと K-1 におった、うん、タイガ。ああ、タイガ、はい、よく知ってますね。だってこれ一番最初の K-1 の今のね、K-1 で55キロの決勝戦、タイガ対タケルでしたからね。バックブローで、ええ、一発で終わった。そう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 、あの試合ですよ。タイガが勝ってればね、立場逆転してたかもしれないですよね、タケルと。そう、タイガも決して弱い選手で、ね、いや、センスめちゃくちゃありますよね、うん、サウスポーでね、うん、うん、だけど今回この7月18日大阪大会対戦する相手が、うん、タイガにとってはかなり強敵というか、厄介な選手になるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、僕は。これしかも地元が大阪なんですよ。誰ですか？中村寛。中村寛、どんな選手かっていうとね、うん、優等生みたいなキックボクサー多いけど、はい、そういう選手たちの中においてはね、うん、ちょっと久しぶりにおもろいの出てきたなっていうようなタイプの選手、うん、なるほど。あ、今この選手ね、うん、一発がとにかく重い、うん、パワーありそうですね。今のローキック言うても一発でやがりましたね、重いでしょ、うん、重い。でパンチがね、一発で終わらせるパンチを持ってる。いや、で61キロでこれ体の厚みとか大きさ見るとタケルと同じ階級とは思えないくらいなんか大きく見えますね。ね、なんか総合格闘家みたいな見た目ですね。そうそう、顔はね、あの山本美宇ちゃんの息子のアーセン、いや、ちょっと顔は似てるんだけど、僕は後藤隆二に見えますね。後藤隆二にそっくり。そこ行った、うんうん、あ、でも不良キャラというか、うん、そうそう、こうちょっとやんちゃキャラというか、なんかでもあれですよね、タイガもセンスだけで言ったら本当に一番あんじゃないかぐらいありますけど、うん、ただ弱点ありますもんね。そう、打たれたら倒れますからね。ちょっとね、もろなってるっていうのもあるし、うん、あとはね、やっぱ今マー君が言ったようにセンスあんねんけど、そのセンスをね、今光らせれてないなっていう、うん、普段のね、体重が重すぎると思うんですよね。節制しろ。そう、そういうことですよ。ああ、減量きつなってるってことや。でももともと55キロの選手なんで、62キロってきついわけないじゃないですか。普段どれぐらいあるの、体重？いや、多分70キロぐらいあるんじゃないですか。だってヒロヤが55キロのもともと選手やのに、ヒロヤが80何キロあるって言ってましたよ。俺より重いですから。マジで？もともとこのヒロヤ兄弟はあれ、ちょっと太りやすい、お父さんちょっとプクプクやもんね。そうですね。でもお父さん、でも太りやすいとかってなくないですか？プロやからね。いやよく言うじゃないですか、こう、うん、ダイエットとかでも、うん、なんかこう、私って太りやすいのよねとかいう女の人いるじゃないですか。ああ、そんな女周りにおるんや、マー君の。いないけど、まあ、おらんのや。いや、誰のを匂わしたい。まあよく言うじゃないですか、うん、私太りやすいのよね。ああ、まあ私全然食べてないのに太らないのよって言わないですか。ああ、絶対嘘じゃないですか。食べてないのに私太るのよねっていう。そう あれ絶対ね、こう人の見てないところで食べてるんですよ。そうよね、うまみに何かを食べてないと嫌やっていう人が太りやすいと思うよね。もしくはこう、ほら、一緒にこう食事してるときは食べないけど、その帰った後家でガッツリまた何か食べる。多分そういう感じじゃないですか。そんな晩ご飯外で食べたのにもう一回家で晩ご飯食べるみたいな。ヒロヤ兄弟そっちの方ってこと？タイガも、そう、俺は多分夜中食べてんだろうなみたいな。ああ、兄ちゃんはもうほら結婚したでしょ、確か。ああ、しましたね、うん、弟してないもんね。してないですね。あ、そうや、弟ジムも辞めてんか、移籍したでしょ、プライハードジムやってん、うん、兄貴会長で。前県のとこ行ったんよ、前田さんとこ。ああ、そういえばそうだ、チームドラゴン、あ、それでなんか良くなったとかなんかインタビューで書いてましたね。チームドラゴン行ってだいぶなんか自分が良くなったっていうような。でもマー君もほら前田さんとか仲良いし、うん、一緒に練習してた時期もあると思うけど、はい、前田さんのとこに行く理由って何かあんの？今のチームドラゴンの練習方法ってあれ元は聖堂会館から来てるじゃないですか。前田さんって聖堂会館の練習法をドラゴンに持ってったんですよ。それまではずっとムエタイの練習方法でひたすら走ってミット蹴るみたいな、あ、っていう練習をやってたのが聖堂で練習するようになってスパーリングメインに変わったじゃないですか。その練習をやってるのがタケルたちも今その練習やってるんですよ。週3回はがっつりスパーの日で、あと3回はミットの日みたいな。あれ聖堂会館の練習持ってってるんですよ全部。今タイガーはそのスタイルの練習方法に変えてると思う。だからスパーリングパートナー多いんじゃないですか。それで一番大事かもね、うん、やっぱスパーリングやらないで
試合に出るってええ結果出せんと思うから、うん、そうですよね。ムエタイの選手ぐらいじゃスパーリング戦で試合するって、うんうん、まあ、なんかムエタイの選手ってなんかもう試合が多いと月ね2回ぐらいあるじゃないですか、うん、あるある。だからなんかもう、うん、あれがもうなんかもうスパーリングと試合のあんま垣根がないというか、でもテクニックがうん、そうなんですよね。子供も半端ない引き出し持ってるからやっちゃってるからっていうのはあるんじゃないですかね、その違いは。ただやっぱタイガーもやっぱそうだし、白谷もそうだし、まあよくね僕のトレーナーノアトラニーがよく言ってたんですけど、うん、どんなに一生懸命練習したって、一生懸命練習を教えたって一発コーンともらって倒れちゃう人は教えてもなんかこうダメだ、ダメだというか、いくら頑張って教えたところでもう単にそこに突き落としてるようないや、やっぱトレーナーからしても一生懸命やるわけじゃないですか、うんうん、一生懸命教えても教えても結果を出してもでも一発ポーンともらうと倒れちゃうんで、トレーナーも心が折れてくるらしいんですよね。あ、教えがいがないみたいな、うんうん、やっぱセンスあるけど打たれると倒れちゃうから。でしかもこの中村寛一発強打者じゃないですか。強打者やしトリッキーやで、まあ、こう作戦で組み立てていくような戦い方じゃなくて、うん、そうキッドに近いかもしれんけど、うんうん、一発当てたら流れは全部変えれるっていう戦いするけど、うん、逆にはめ込まれてしまうと何もできずに終わってしまうような試合になるタイプ、うん、でも相性はいいんじゃないですか、タイガーに対しての中村寛は、うん、タイガーは打たれ弱なってるっていうところもあるし、うん、KO 負け多いですもんね、うん、だからこうどんだけ攻めててもラスト2分50秒一発コーンともらったら倒れちゃいます、ね、もう終わる終わる、これ試合はちょっとね中村寛の方が有利なんじゃないかなって僕は思いますけどね。やっぱタイガーは勢いが今ないから、うん、ちょっとここでバッと勝っときたいっていう気持ちはもちろんあるやろうけど、うんうん、で今回このタイガーとの試合でもね、うん、あの記者会見結構この中村寛っていう選手がね、うん、タイガーのことを言ってるのよ。ほう、その記者会見見たいな。なんでこの選手がこんなに人気があるのか分からへんみたいな、うん、結構毒づいてるから。でも正直まあやっぱこう中村の方がこの記者会見では雰囲気的に勢いはあるかなっていう感じはするから、うん、まあ、やっぱこうタイガーがちょっと優等生みたいな感じになってしまっ、コメントも優等生みたいになってしまってるけど、うん、ベテランの域ですし、うん、もうよう知ってる選手やから頑張ってもらいたいなとは、ね、そうですね。まあね、スピードとかで言ったら断然タイガーの方があると思うんだよね。まあこう一気に行って KO するっていうパターンもあり得るはあり得ますからね。この中村選手のなんか捉えどころのない、うん、このどこから来るか分からんようなこの攻撃、うん、これをもらう可能性もやっぱりあるから、タイガーからしたら緊張する試合ですよね、うん、勝った試合全部 KO ですからね。1ミリも多分ミスしちゃいけない、油断はできない。ちょっとミスしたらもう、ま、やられる、ね、もう効かされるかもう倒れてるかやと思うから、うん、緊張感はめっちゃある試合になると思うね。めっちゃ楽しみな、うん、一戦やね。そうね、うん、タイガーはね、まあ、緊張感持って一発も当てさせないくらいのね、まあ、そんな試合をね、うん、ここでちょっと復活も、うん、かけてほしいなと。川辺兄弟ね、名字川辺、俺名字全然知らんで。確か川辺って言うの、川辺広也は川辺大河、うん、多分川辺だった、ね、頑張れ川辺、間違ったらごめん。まあでもジムもね、あの前田健作さんとこに移籍して、これが第一戦目になるから、移籍後の、そうそう、うん、でもやっぱこの60キロ近辺面白い選手いっぱいいますね。うん、やっぱパワーもあってスピードもあるからね、うん、K1 もいい選手いっぱいだし、60ね、このね、ライズも面白い選手っぽい。この間ライジンキックも61キロじゃないですか。そうや ね、だから日本最強トーナメント見たいですね。見たいよ、もうだから全部ひとまとめにした方がほんまおもろいねってね。まあここはもう一回、はい、まあ今度8時間ぐらい語り合わなの。そうですね、じゃあこの後一杯飲みながらむさむさべようか。はい、ということで、おっす、はい、またタイガー頑張れよ。兄貴に紹介した女性が、うん、あ、ちょっと待って、今 LINE 来ました。え、勝手に人んちに呼んでんの。到着したようです。あ、可愛い子が来てますよ今日は兄貴。やばいな。じゃあどうぞ。
さあまた素敵なこと。